案内するっす。ありました、魔力の槍です。やはりな、地表に突き刺さっていなくても魔力は吸収し続けているようだ。壊しましょうですぴょん、すぐに壊しましょうですぴょん。いけません、皆さん、そこには。何？なんだこりゃ、一歩も動けねえぞ。このクソクソ、僕としたことがこんな単純な罠に引っかかるなんて。オイラたち、この魔界を救いに来たのに、なんでこんな目に遭わなきゃならねえの。まんまとわしの罠にかかったか。お父様、いかがかな、お客人の方々。我が魔王儀、黒城のガローズに束縛されたご感想は。ケッ、ロストに恐れをなして引退した魔王の魔王儀なんざ、俺の力で超絶ぶっ潰してやるぜ。魔王儀、超絶合金のユニバース。なんだと？無駄だ。わしの黒城のガローズは効果範囲こそ狭いものの、一度捕らえた獲物は決して逃がさん。どういうつもりだ。俺たちは絢爛魔界を救うために魔力の槍を壊しに来ただけ。絢爛魔界を救うというのなら、おとなしくその身を捧げてくれまいか。お前たち反乱軍をロストに売り飛ばせば相当いい金になるはずだからな。のう、セラフィーヌよ。オイラたちを売り飛ばしたってどういうことだよ、姉子。絢爛魔界の真実を我が娘の口から語らせるのは酷という。よかろう、わしが教えてやろう。待って、お父様。絢爛魔界は財政的に破綻した。かつての富を全て失い貧乏人になったのだ。貧乏人ですか。それはまあ、これだけ頑強なシェルターを作ったらお金もなくなりますよね。で、それがどうしたってんだ。え、貧乏人だから何か問題があるのか。オイラなんて生まれも育ちもどこに出しても恥ずかしくない立派な貧乏人だぜ。金持ちだろうと貧乏人だろうと、セラフィーヌはセラフィーヌだ。俺たちの仲間であることに変わりはない。キリア様、ズッキューズッキュー、なんだ今のは。おお、姉子の体が。セラフィーヌさんが成長します。私はなんて愚かだったのかしら。宇宙で一番の大金持ちであることが私の価値だと思っていた。貧乏人になった私に価値はないと思っていた。でも
そうじゃなかった。そんなものはただのつまらないプライドで、私の価値なんかじゃなかったのね。ありがとうキリア様、ありがとう皆さん。私目が覚めましたわ。おいセラフィーヌよ、この父を裏切るつもりではなかろうな。魔王儀マシンガンのブリューナク。さあお父様、私のしもべ、いえ仲間たちの束縛を解きなさい。ははかしこまりましたセラフィーヌ様。お、お、動けるぞ。な、なんということをしてくれたのだセラフィーヌよ。お前は分かっているのか、このままでは貧乏人のままなのだぞ。貧乏人をあれほど嫌がっていただろう。お父様、私の気持ち聞いていただけますこと。おふざけになるんじゃねえですわよ。何もかもすべてお父様の臆病が原因じゃありませんこと。あなたがおびびりになっておけつをまくらなければ、くだらないシェルターのせいで破産することもなかったはず。お父様が諸悪の根源なのです、この臆病者。お父様、私はもう貧乏なんて怖くはありません。私にはこんなにも素晴らしい仲間たちがついていてくれるんですもの。セラフィーヌ。ロストか。反乱軍だな。その首もらい受けに来たぞ。戦いにはしてくれるな。懺悔せよ。
ぜ行くぜ行くぜ。出撃する。お前ら超絶よろしく。貧乏なんてなんとその犯人袋の尾が切れましたわ。マシンガンのブルーナク。命をよこせ。驚け雷鳴破山。拳に全身全霊の力を込めて。超魔竜最終奥義ルミオ神髄。逆感謝だ。天地にこだわす熱き思いを力に変えて湧き立つ血潮に拳がうなる。強くならなきゃ。ミッチーですよね。さて、どうぞ。攻略のレベリオン。Yeah!
流最終奥義無名神水力がみなぎるハゼロ驚け雷鳴破山また一歩高みへ祈りは済ませの前にひざまずきなさい思い知ってくださいましたかはっ喜ぶべきことだな喰らえ身を奮い立たせよ我にあだなすとは愚かな。感謝する。セラフィーヌよ、我が愛しき娘よ、本当にこれでよいのか。貧乏になるのだぞ。お前はその事実に耐えられるのか。貧乏上等ですわ。貧乏がなんぼのものですの。私はこの仲間たちのおかげで気づくことができたのです。金銭的な豊かさや物質的な満足は一時的なものに過ぎないということを。それにお金や物に幸せを求める限り永遠に幸せにはなれない。そのことに気づいたのです。セラフィーヌ、お金や物に幸せを求める限り永遠に幸せにはなれないか。あのわがまま娘に教えられる日が来ようとはな。いい仲間を得たようだな。お前はもう立派な魔王だ。これからは好きに生きるがいい。お父様。皆さん、我が娘セラフィーヌのこと、これからもよろしくお願いいたします。特にあなた。娘の手綱を握るのは大変でしょうが、どうかよろしく頼みます。ああ、仲間としてならな。お父様、あなたの娘が成長した姿をご覧に入れますわ。
いかがなさいました、ボイドダーク様。最後の槍が消滅した。反乱軍の仕業か。おのれ、直ちに私が始末してまいります。いや、必要な魔力はすでに手に入れた。例の儀式の準備を急げ。もうすぐだ。もうすぐ我が悲願は達成される。時は満ちたる。全土への総攻撃を開始した魔帝ボイドダーク、我ら魔王ジャーの最後の戦いが幕を開けた。くーかっけー、燃えてくるぜ。我らが最終兵器大魔界絢爛王、魔帝ボイドダークを魔界もろとも一撃粉砕。やりましたわ、私たちの大勝利。展開早っ。こうして再び平和が訪れたのであった。さあ行こう、愛するセラフィーヌ。二人きりのラブスイートハネムーンへ。展開調節早っ。恋のプロセス飛ばしすぎですよ。次回暴虐戦隊魔王ジャン第15話、ハネムーン大爆発。紡がれる私とキリア様の愛のメモリー。キャンセルでお願いします。これはミニ魔界と絢爛魔界が合体した。超速移動型神聖絢爛魔界。巨大地下シェルターとしてお父様が改造を施した絢爛魔界は移動型要塞にも変形しますのよ。なるほど、いざとなれば飛んで逃げることも想定していたというわけですね。お父様の臆病がようやく役に立ちましたわ。ただしこの神聖絢爛魔界は逃げるためではなく攻めるために使用します。すげえわ、姉子。オイラワクワクしてきたぞ。俺もワクワクしてきたぞ。このままボイドダークの野郎のところへ超絶勝ち込みかけようぜ。でもボイドダークの居場所はわかるんですかよ。ええ、そこはご心配なく、僕の千里眼でしっかりとその姿を捉えてあります。しかし…しかし…何か問題があるんですかと。ええ、ボイドダークの居城の周囲には厳戒な警備網が張られていて、おびただしい数のロスト兵が守っています。しかも普通の悪魔ではありません。いずれも魔王級魔人級の実力を持つえりすぐりの精鋭部隊です。マジかよ。オイラちょっとお腹が痛くなってきたぜ。カッカッカ、なにビビってんだゼロ。ちょうどいい準備運動になるじゃねえか。だがボイドダークとの決戦を前に消耗するのはできれば控えておきたい。キリアさんの言う通りですぴょ。なんとか警備網をかいくぐる方法があるといいんですけどぴょ。警備網をかいくぐるですって。何を耳っちいことをおっしゃっていますの。そんなものはこの神聖絢爛魔界ごと
正面からぶっ込めばよろしくてよ。セラフィーヌさん、なんだか完全に吹っ切れちゃったみたいですよ。この世で彼女が最も恐れていた貧乏人という事実を乗り越えたんです。もはや怖いものは何一つないのでしょう。矢でも鉄砲でもボイドダークでも持ってきやがれですわ。第15話究極奥義。見えました。あれが魔帝ボイドダークの居城がある魔界、終焉の闇魔界です。これが最後の戦いか。よし、乗り込むぞ。お待ちになって、キリア様。その前に梅雨払いを。ブリニーたち、対魔界戦闘準備用意。全訪問をお開きなさい。アイアイサの、おい、セラフィーヌ。余計な雑魚どもは先に始末してしまいましょうね。雑魚って、一応魔王級魔人級の実力者たちなんですけどね。セラフィーヌ様、準備完了っす。よろしくてよ。さあ皆さん、対ショック対先行防御のご準備をなさって。来ますわよ。発射。常識外れの強さだぜ。相手を褒めている場合じゃないですぴょん。こうなったら突撃あるのみですわ。この神聖絢爛魔界ごと体当たりして突入しますわよ。そいつは超絶豪気だな。カッカッカ。やれやれ、吹っ切れすぎたようだな。落ち着いてる場合じゃありませんよ。皆さん、衝撃に備えてください。してない。しかしながら、この抑えがたい空腹と食欲。キリア様、いいだろう。リクエストは華麗だな。はあ、ごちそうさまでしたぴょん。
一杯のカレーを食べるだけでこんなにも幸せな気分になれるなんて今までは思いもよりませんでしたわ。カッカッカ、目の前の小さな幸せを見つけられるようになってよかったじゃねえか。小さな幸せっておっさんには似合わねえセリフトップ10に堂々のランクインだな。何なんでしょうね、最終決戦を前にこのまったりとした空気。互いへの信頼がそうさせるんだろう。お前たちには本当に感謝している。お前たちがいなければ今頃俺は。それはいいっこなしですわよ、キリア様。みんなもキリア様に救われたのですから。そうだぜ兄貴、一人はみんなのために、みんなは一人のためにってな。悪魔の言うセリフじゃないですけどね。いいじゃないですか、悪魔にだって友情はあるんですぴょん。よし、うまいもん食って満腹になったことだ。今度こそ超絶最終決戦と行こうぜ。リーゼ、もうすぐだ、もうすぐ全てが終わる。Thank you.